七熊。俺の名前は和田敦也、高校2年生。陰キャで友達も少ない俺の休み時間の過ごし方は読書をすることだった。しかし。ねえ敦也くん、何の本読んでるの？最近ねねさん率いるクラスでも派手でキャピキャピした女子グループがよく話しかけるようになったのだ。今まで話しかけるどころか虫けらを見るような目で俺を見てきたのに、正直困っているけど、このグループには幼なじみのシノがいる。シノとは幼稚園から一緒だったが、小中高と進学するにつれ話さなくなってしまった。昔はよく遊んだけど、今はほとんど話もしなくなり、俺はなんだか寂しい気持ちになっていた。だから最初にねねさんたちが話しかけてきた時は、シノと話せるチャンスが来たと嬉しくなった。敦也くん、今日の宿題やった？ねえねえ、わからないところがあって、敦也くんってよく見ると超かっこいいよね。彼女に立候補しちゃおっかな。読書が趣味なんてかっこいい。教科書読んだだけで眠くなっちゃうもん。ねねさんや他の女子がグイグイ来るから、シノと話すチャンスが全く来ない。せっかく久しぶりにシノと話せると思ったのにな。シノはいつも俺たちの会話を一歩離れたところで聞いていた。敦也くん、移動教室ねねたちと一緒に行こう。ひょっ、ごめんね敦也くん、受け止めてくれてありがとう。いや受け止めたわけじゃ。ねえねえ、私日直で先生の手伝いがあるから先に行くね。え、今日こそ話せると思ったのに。じゃあ俺も。はーい。敦也くんはねねたちとゆっくり行こう。昼休みはさすがに来ないよな。ねねさんたちにバレないように教室を出てきたし。敦也くん、みーけって普通にバレてるじゃないか。シノがね、敦也くんはいつも屋上でご飯食べるって言っててさ。ごめん敦也。いや大丈夫。久しぶりにシノと話せたかな。でもそれからシノと話すことはなかった。ねねさんたちは休み時間は毎回話しかけてきて、帰りも一緒に帰るようになった。幸いシノと俺は同じ方向だが、他の女子はバスや電車が違う。これでシノと話せると思ったが、タイミング悪くてシノがバイトだったり、ねねさんたちとそのまま遊びに行ったり、帰り道でも二人きりにはなれなかった。しかしある日、今日はシノのバイトもない、ねねさんたちからも遊びに誘われてない、完全に二人っきりだ。急にこんなチャンスが来ると逆に何を話すか迷うな。こうやって二人で一緒に帰るのも久しぶりだね。そうだね。どうしたの？緊張してる？だって一緒に帰るの小学生ぶりなんだぞ。そうだね、お互い部活で忙しかったし。あ、そういえばシノ。何？ずっと気になってたんだけど、なんでねねさんたちは。ああ、そのことね。何か知ってるの？もちろん。実は少し前にね、クラスで人気アイドルの和田優太と敦也が似てるって噂になって。え？敦也、前髪伸びてて顔がよく見えないけど、よくよく見ると顔が似てるし、名字も同じだから結構信じる人いてさ。でも陰キャの敦也と優太の血がつながってるわけなくないっていう人もいた。敦也って近寄りがたいオーラがあるらしくて、誰もその真相を聞けずにいたんだけど、ねねのグループにいるあかりが私と敦也が幼なじみってことを知ってて聞いてきたの。もしかして。言っちゃった、ごめん。なんで言うんだよ。俺が何のために前髪を伸ばしてると。お兄ちゃんの優太が陰キャアイドルって知られると面倒だからだよね。知ってるならなんで。ほんとごめん。あかりやねねの圧がすごくてさ、教えろって学校でも LINE でもうるさくって、断ったら何されるかわかんないし、ごめんね。じゃあねねさんたちが必要に絡んでくるのって兄ちゃんのサインが欲しいとかそんな感じ？サインも欲しいだろうけど、握手とか話とかしたいみたい。敦也の家に行って優太の部屋も見てみたいとか言ってた。マジか。さすがに無理でしょ。優太いつもテレビとかライブとか忙しそうだもんね。いくらシノの頼みでもさすがにそこまでは。明日ねねさんたちにはちゃんと断ろう。おはよう敦也くん。ねねさん、仲良くしてくれるのは嬉しいけど、兄ちゃんのサインはあげられないし、直接合わせることも難しいよ。何のこと？俺の兄ちゃんがアイドルの和田優太だってもう知ってるんでしょ。忙しいみたいで、そもそもうちにあんまり帰ってこれてないんだ。だから無理なんだよね。はあ？何それ。私たちがなんであんたみたいなドインキャと話してあげたか分かってる？兄ちゃんのサインが欲しいからだろ。そうよ。優太くんのサインが欲しいし、合わせて欲しい。ねねたちはぼっちなあんたと話してあげたし、一緒に帰ってやったんだから、それくらいのお返しはしてよね。さっきも言ったけど、兄ちゃんは忙しくてあんまり帰ってこないんだ。あと、そんなこと俺は一切頼んでないから。はあ？ムカつく。ねねさんたちはあれ以来俺に話しかけてくることはなくなった。その代わりに上履きを隠されたり、教科書に落書きされたり、幼稚な嫌がらせをされるようになった。でもシノは隠された上履きをこっそり返してくれたり、一緒に教科書をきれいに直してくれた。シノのおかげで俺はねねさんたちからの嫌がらせに耐えることができた。そして1ヶ月後のある日。ねえ、今通った人かっこよくない？私も思った。あんな人いたっけ？どこのクラスかな？誰？敦也だ。嘘でしょ？敦也、おはよう。それ、どうしたの？おはよう、シノ。実は昨日まで兄ちゃんが帰ってきてて、敦也も高校生なんだし、もっとおしゃれしろよって強引に美容院に連れてかれた。そうだったんだ。ワックスの使い方とか叩き込まれてさ、変じゃない？むしろ今までより。敦也くん。うわっ、敦也くんってやっぱりかっこいいんだね。お兄ちゃんとそっくり。兄ちゃんに強制的にイメチェンされた俺は、嘘みたいに学校で人気者になった。学校一の美女と言われている先輩に告白されたり、全男子が告白を断られたと噂の女子生徒に告白されたりもした。でも誰とも付き合いたいとは思わなかった。和田くん好きです。付き合ってください。ごめんね、君とは付き合えない。告白してくれてありがとう。そっか、和田くんは好きな人いるの？俺の頭に真っ先に思い浮かんだのはシノだった。そっか、俺はシノのことがずっと好きだったんだ。話さなくなって寂しさを感じていたのも、久しぶりに話せてとても嬉しかったのも、全部シノが好きだったからだ。俺は自分の思いに気づくと走り出していた。シノ！敦也、どうしたの？そんなに息切らして。俺、自分の気持ちに気づいたんだ。俺は、シノのことが好きだ。昔からずっとシノのことが好きだったんだ。俺が辛い思いをしている時も、助けてくれて嬉しかった。敦也。シノ、俺と付き合ってほしい。次は俺がシノを守るから。うん。ありがとう。最後までご視聴いただきありがとうございます。胸キュン漫画ナナクマでは、思わずキュンとするような恋愛漫画を毎日公開中。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。